ここがアストスの城だ。せいぜい気をつけろ。帰りはどうすればいい？まずは生きてアストスに会うことを考えろ。この城は恐ろしいぞ。さあ行こう。後ろは任せてくれ。見ろよあれ、豪勢だな。こんな城に住むくらいだ。ああいうのがお好きなのさ。手応えがなさすぎる。ジャック、物足りないって顔してるな。羽が生えた人間？いや、魔物だ。見た目は人だが、生まれは闇の中。魔物なら倒さなきゃね。終わりだな。今動けなくなる？終わりだ。くれろ。気配が変わった。俺たちの方が強い。学びのある勝利だ。勝ちは勝ちだ。喜べ。さて何が入っているかな。鍵があるからには鍵穴もあるはず。探してみるか。先に進もう。こういう城には隠し部屋とかお宝とかあるんだろうな。ダークエルフの王の宝か。ジャック、調べてみて。相手する？ジャック、戦おう。消えた。ジャック、気をつけろ。この辺にいるはずだ。突然現れるから驚くなよ。ジャック、とどめよ。降りかかる火の粉は払おう。アッシュ、当てにしてもいいか。
なんてよく見た方がいい。もらっておこう。キューブだ。休憩できそうだ。これで行く。さてと。見てよ、あのぐっさり刺さった矢。嫌だ嫌だ。でかい弓がこっちを狙ってる。いいものかな。影に隠れるんだ。何かあるな。弓のタイミングを見極めないと。
近くで見ると本当にでかいね、この塔。調べておこう。お出迎えだな。やってやろう。対処するしかないな。気配が変わった。まだ終わらんぞ。早く体勢を立て直そう。技を封じられた。宝箱か。なかなかの城。もらっておこう。あの弓を止められないのか。何が入っているかな。敵だ。叩き潰すぞ。Thank you.
そ強くなる。行くぞ。ジャック、開けてみよう。ついていこう。せずに行こう。キューブを見つけた。調べておくか。探索に戻るぞ。これで行く。手ごわそう。腕が鳴るな。まずいかも。大丈夫だ、俺たちの方が強い。
相手する。早く戦おう。余裕だな。終わり。先に進もう。なかなか手強いな。熱い展開だね。これで行く。ここはあのでかい塔の中だろう。さあ奥に進んでみよう。健康だ。手当てしておけ。まるで抜け道だな。戻るときはここを通るぞ。あれはキューブだ。休憩できそうだ。さてと。
ジャックが見せるあの力こそ俺たちが探し続けているものなのか。確信が欲しい。強い魔物と当たればはっきりするかも。キューブがあるな。休んでおこう。さてと。誰もいないな。海賊に騙された？なものだ。手配が変わった。避けるのも一つの手だ。あいつの攻撃をうまくこうなんとかできないかな。今から引きずり下ろしてやろう。終わりだ。少々まずい状況だな。何としても倒す。これで行く。ジャック、どうした？倒しきれるか？大丈夫だ。俺たちの方が強い。そんな、ジャックが。これで行く。なかなかやる。ジャック、どうした？
これで行く。すごいな。見たか、あの戦いぶり。まさにジャック。ああ、ジャックだ。やっと巡ってきた。何が？素晴らしいぞ、ジャック。そしてアッシュ、ジェド。やあ、ネオン。なぜ知っている？それがダークエルフさ。ダークエルフとは。俺たちはクリスタルの在りかを知りたい。それだけだ。これは頼もしい。未来を切り開くのは君のような大雑把な人なのだろうな。称賛と受け取っておこう。ここがこの城だ。そしてこの森を抜け、さらに進むと塔がある。風のクリスタルはその塔の頂上。森も塔もなかなか厄介だから気をつけるんだな。何か質問は？お前がカオスと取引をしたという話は本当か？カオスと取引するのは君たちだよ。カオスとは混沌の闇が意識を持った魔物。クリスタルが機能を停止したのはカオスの仕業。クリスタルを復活させたければカオスと取引をするしかない。もちろん取引というからには代価が必要で、それは君たちの命ということになるだろうね。何がおかしい？旅立ってから聞いた一番喜ばしい情報だ。良い旅を。